皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、 TSC オカルトラジオ、ともです。けすけです。本日はこの2人で、はい、サムネにもあります通り、はい、苗山事件というね、苗山事件、まあ、ちょっとね、もう2008年だったかな、7年だったかな、はい、に起こった事件というか、なんかちょっともう不気味な都市伝説系の話になってますんで、はいはい、まあちょっと古いですけどね、うんうんうん、まあいつだったかな、もう 2,3 年前かな、ちょっと真相を聞いて、うん、あ、どっかで話したいなと思ってたんですけど、ほう、あ、その巷で騒がれてる事件の真相を知ってるってことですね。そうすると、まあ、都市伝説の、まあ、真相、うんうん、真相って書いてあるサイトとかよく見るんですけど、はい、まあ、僕が聞いた話はあんまり載ってないなっていう、あ、そうなんだ、うん、ところなんで、はい、まあ、苗山事件です。苗山事件、はあ、もうちょっと詳しくその事件がパッと浮かばないんですけどね、はい、事件ではないんですけどね、まあ、放送事故みたいな感じかな。ほうほうほう、はい、ということでちょっとね、先に音声を聞いてもらおうかなと思うんで、はい、お願いします。どうぞ。苗山さん、今そちらの中能登町役場は、はい、庁舎内は停電になっていますか？いや、ここはなっておりません。あ、そうですか、はい、それとですね、すぐもうそういう事態になれば、非常発電もありますので、それについてはもう機能的には、もしもし、はい、引き続き苗山さんでしょうか？はい、あ、もしもし、はい、電話の方変わられましたですか？いや、変わっておりません。あ、苗山さんですね、今も信号機の停電などは確認、停電によって信号機が例えば止まってたりというようなことはあるでしょうか？いかがですか？復旧しております。復旧しております。あ、復旧していますか？はい、はい、わかりました。ありがとうございました、はい、情報収集の途中ありがとうございました。はい、ということでね、まあこれなんですよ、有名っちゃ有名、うん、聞いたことある、うん、これが苗山さんってことか。苗山さん事件とか苗山事件とか呼ばれている、うんうん、NHK の放送事故なんですけど、はいはい、まあ、NHK のアナウンサーが能登半島地震の時、2007年に起きた、うん、でそこの村役場に電話をかけるんですけど、はい、で最初話してた苗山さんっていう方がちょっと途切れて音声が、うん、でそしたら別の人に変わってるんじゃないかっていう、明らかに声が違うのに、うん、電話の方変わってますでしょうかって言ったら、その変わってませんって言って、うん、そのまま淡々とまとめて終わりみたいな、うん、明らかにね違ったっすけどね。そう、音声を聞く限りでは全然違う人だなっていう感じはするんですけど、うんうん、まあちょっとね、これがまあネットで当時騒がれて、まあ今でも、うん、都市伝説とか検索してはいけない言葉、苗、うんうん、山さんみたいな。そう、なんかね、その地震の直後だったし、うん、その例えば犯人みたいな人が苗、うんうん、山さんを何かして、その手を加えて、その、まあ、殺したじゃないけど、うん、その犯人が隠蔽するために、うんうん、なんか喋ってるみたいな、うんうん、一応ね、まあ、インターネットの騒がれた当時の、はい、こうなんじゃないかみたいなのは、うんうんうん、まあケイスケが言った通り、その最初の苗山さんが結構こと細かにいろいろ丁寧に対応してくれるっていうか、喋、はい、ってくれる、ちょっとフレンドリーな感じで喋ってるんですけど、はい、で言っちゃいかんことまで言うんじゃないかこいつみたいななって、うん、で変えさせられたっていう説、はい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 、うん、なるほど、があるのと、あとはうーん、音声が倍速になったんじゃないの、うん、最初の苗山さんの声から明らかに高い声になってるから、うん、音声が倍速になってあの声になったんじゃないのっていう説、うん、え、録音ってことですか？じゃあ、いや、うんと、そういうわけじゃないけど、その電話機のなんか、うん、あで、うん、ってことか、うん、うんうん、と、あとは、まあ、うん、役場なんでいろんな部署もあるし電話もいっぱいあるから、うん、たまたま違うところに転送されて、うん、でそこ、まあもちろん役場なんてさ電話対応めちゃくちゃしとるじゃん、その時なんて、うんうんうん、地震起こった直後だし、はい、だから
たまたまその話も合致しちゃって、そっちで取材も受けててとか、うん、合致しちゃって、でまあよく聞くとさ、これ苗山さんでしょうかっていうのに、はいっていうちょっと聞いてる感じの、うんうんうん、はいって答えてるわけじゃなくて、うんうん、はいって聞き直してる感じなのよね、うんうんうん、で返事がね、でもう一回苗山さんですかって言うんだけど、そこでは返事しないのよ。はいはいはい、でお電話の方、変わりましたでしょうかって言ったら、家変わってませんっていう言ってるから、うんうん、まあもしその切り替えがうまくいかなくて、うんうん、話もう合致しちゃって他のところで取材受けててとか、うん、ってなったらまあそのまま行くかなっていう、はいはいはい、うん、感じなんすよ。まあこれどうすか、うん、聞いてみて、うーん、まあ僕これ苗山事件って言われてパッとしなかったっすけど、うん、まあ聞いたらあこれかっていう感じで、うんうん、なんかね当時聞いた時はちょっとゾッとしたんですよね、なんか、うんうんうん、明らかに声違うし、うん、なんかそんなに詳しく何回も聞いても、まあ詳しく調べたわけじゃないけど、うん、あからさま違うし、うん、そうなんですよね。そう、なんかそれで調べたっていうか、その時出てたので、そのなんかそういうのに巻き込まれた人がいるんじゃないかみたいなのを見たことあるぐらいの話だったんですよね、うんうんうん、一応ここでちょっと能登半島の地震のことにもついて、うん、なんでまあこの NHK の人が電話したかというと、村役場に、まあ、地震が起こったって先ほど言いましたけど、はい、これ2007年3月25日午前9時41分に発生した地震なんですよ、能登半島地震っていう、で最大震度は6強で、その、電話した苗山さんのところの村役場は震度6弱だったかな、うんうん、中野都庁、うんうん、役場ですね、うん、で死者1名、負傷者356人、住宅の全壊686棟、半壊1740棟で結構家壊れてるっていうね、大規模な、まあ、今年のね、うん、正月早々また、うん、地震ここでありましたからね、うん、本当にねえ16年ぶりつったらいいのかな、うん、で津波もビルの高さで換算すると6、7階分ぐらいの、おー、うん、20メートルかな、ねえ、うん、津波が来てると、うん、で有料道路とかがね、能登有料道路とかが壊れたりとか、うん、とかしてたんですけど、いやすごい被害です ね、 ね、まあ、今年もね、うん、ちょっと映像見ましたけど、うん、うん、この正月の最中にね、うん、津波が来るぞっつって、うんうん、なんかギリギリで U ターンしてく車の映像とか見たけど、うん、なんか、うん、その今回の地震の映像とかも全然なくなかったですか、なんか、うん、数日はだけど、わかんない、そんなに俺がテレビを見てないっていうのが、僕もそうかもしれないですけど、あるかもしれない、いや、それこそ X、Twitter で、うんうん、なんで放送してくれないんですかみたいな、うん、すごい出てて、あで確かに見てないなと思って、うん、で本当その Twitter の中でしかその現地の映像とかを見てないなと思って、うん、あ俺さちょうどテレビ見てたんよね、いろいろテレビ見てた時にめちゃくちゃ切り替わってたけどね、もうアナウンサーがちょっと絶叫っていうか、うんうん、逃げてくださいみたいな、それは見ました見ました、でも、うん、その後なんですよ、あーいやーでもいやーわー俺さ、あの奥さんの実家にいたんだけどさ、はい、結構連日、まあテレビつける家だからさ、うんうん、連日やってたけどな、まあそれからうん、何日か後かにはもうあんまりやってなかったかもしれない、うん、そう、なんか地震で津波でってなると、うん、やっぱりね、東北の地震でなるんですけど、うんうんうん、あの時の時はもうずっと地震、まあ、そうだね、そう、津波の映像がすごい流れてっていう、うん、で大丈夫かなって思ってた印象なんですけど、なんかあの時のあれみたいな、それこそなんかクレームじゃないけどさ、うんうんうん、なんかずっと流すなみたいな、思い出すもんでみたいなのもあったらしいからね、あそれでなのかかもしんない、あとはまあ規模とかさ、うん、そう、なんかそこでちょっと違和感だったんですよね、確かに、もうなんかあれさ 3.11 だから3月ぐらいだったやん、うんうんうん、まあ今ぐらい3月いっぱいぐらいはもう
ずっとテレビでも AC が流れてみたいな、うんうん、やってたイメージあるわ確かに。だけどなんかねそうだったから、うん、ノイローゼになった人がおるっていうのが何人かノイローゼになったっていう話だからね、あの CM 連続でさ、あれしか流れないからね。そう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 、うん、ありましたね、うん、そうなんかそのイメージがあって、うん、そうたださすいません脱線しちゃって。あ、いやいや全然うん、そうね16年前にもこんな地震があって、うん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 、こういう、まあ、NHK での放送事故と呼ばれる内山さん事件が起きたと。そうなんですよ、うん、なんかねそのこの音声だけ聞いた時は本当にちょっと不思議な怖い感じはしましたけどね、うん、まあそう内山さんねこの事件調べると検索してはいけないとか都市伝説とかいろいろあるんすけど、はい、まだ全然だな内山さんでも多分引っ張れて2分ぐらいだからねこれちなみに、はい、圭介はどうだったと思いますか。でもなんかそのネットでの、うん意見とかでも、うん電話が切り替わってとか、うんうん、みたいな話があったけど、うん、そんなにうまくいくかなっていうのがあってなんか一番しっくりきてるのはなんか余計なことまで言うんじゃねえみたいな。なるほどなるほど、うんうん、あなるほどね上司が、うん、まあ俺もね正直そう思ってる。うん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 、うんそう思ってた、うんうんうん、ただ引き継ぎしただけっていうか、うんうん、まあ忙しいじゃんああいう時って、うん、もうひっきりなしに多分電話かかってくるだろうし災害復旧にもいかんといかんし被害状況の確認もしんといかんしみたいな、うん、ので多分一つのインタビューにずっと受け答えできんのかなっていうのがあって、うん、で結構その聞くとさ NHK のやつフルで聞くと何やってましたとか休みの今日は休みだったんで、うんうん、なんか家にいましたみたいなこととかも答えてさ、うんうん、結構まあヘラヘラじゃないけど、うんうん、ちょっと笑いながら答えてたりとかするから、うんうん、そういうのもなんかもしかしたらなんかちょっとイメージが悪いとかね、うんうん、そういうのがあって使われみたいな感じになったのかなっていうのが、うん、それはね、うん、ありそう、うんその説が一番なんかね、うん、ありえるかなって思ったっすね、うん、はい、うん、ということでまあねちょっと早いですが真相、はい、真相僕が聞いた真相ですから、はい、これな、ソースはこの役場に勤めてる方のお友達というか知り合い、はいから聞いた話。そう、もうこれやっぱ都市伝説になってるからその方も気になってて、うんうんその役場に勤めてるっていうことで友達がね、うん聞いてもらったと。はい、あ聞いたとその友達に。そしたらまあやっぱり役場内でもまあ噂にはなってる。それは有名な話ではあると思いますけどね、うん、でまあ真相もすぐに知れて、うん、ちょっとこれねやっぱり、うん、忙しいあの時、はい、もう対応がすごい電話もそうだし、うんうん、だったんで、ね、なやんで、うん、その内山さん最初の内山さんが、はいうん、受け答えも、まあ、聞いてもらった通りな感じで、うんうんうん、だからもうちょっと早く切れと、うんうん、長えよって長えよっていう、うん、で、一旦なんか4、5秒後ぐらいに新しい内山さんが出てるんだけどさ、うんうんうん、それの間にちょっと変われみたいな感じになって、うん、でいちいち説明も済んだと、うんうん、なんで変わったかみたいな、はいはいはいうん、っていう上司からの命令。あなるほど。で、うんうん、そのもう そんなんに時間取られてる場合じゃないと、うんうん、でそのいちいち説明も済んでいいし変わったのが誰々誰々って名乗らんでいいし、うん、もうそのまま行けと。はい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 。っていうのであの現象が起きたという。なるほどね。事の顛末は、まあ僕が聞いた話ではですけど、うんうんうん、はい。
あ、そうなんだ、やっぱり、うん、やっぱりそうだったっていう、うん、いやだって、うん、どうでも今聞かんでいいだろうっていう話を長々としてたら、うん、いや早く切れやってなりますもんね、うん、忙しいわけだから、うーん、だから結局、うーん、放送局のエゴで、うーん、まあそうだねと、うん、まあ役場のその忙しさと、うーん、だから混戦とか音声がその倍速になったとかそういうわけじゃなく、本当にもう役場の人がわざと切り替えたと、うん、でもすぐ終わらせたっていう、うん、そうそうそう、めっちゃ早いもんね、現状回復しておりますみたいなのとか、うん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 、でも最初の綾山さんね、停電してますって言ってたんだよ、うん、言ってた、だけど 2人目の人は停電復旧してますって、うん、復旧してますみたいなこと言ってて、まあそれもちょっとね都市伝説になるポイントだったんだけど、うんうん、ちょっと謎が多いみたいなね、うん、停電ってそんな早く復旧しないですよね多分、だからもう切るためにもう復旧したって言ったみたいな、そうそうそう、まあまあまとめたっていう感じかな、うん、うん、ただまあここの原子力発電所が近いんですけど、はい、その圧力じゃないかっていうのもあるんですよ、ネットの中で、うん、実際に2007年3月15日に、はい、そこの原子力発電所の、うん、隠蔽、ほう、うん、の事実を発表して1号機の稼働を停止していますっていう、ほう、うん、隠蔽を誰が発見したんですか？ちょっと分かんないですけど、へえ、能登半島地震の影響で、燃料貯蔵プールの冷却水が溢れ出してしまう事態があったと、ほう、うん、でまあそういうこともあって、うんと原子力原発側から圧力をかけられて早くインタビューが終わるように仕向けられたのではないかとかね、そういう陰謀論みたいなのも出てますね、うん、陰謀論としてね、うん、そうそうそう、うん、まあでもなんかそういうのあると結びつけたくなる、うん、まあ特にねもう明らかに変わってるのに変わってませんってなるとちょっとホラー味を感じるというか、なんか隠したなっていう、うん、いやでもちょっと思っちゃうかもしれない、そうですね、うん、まあ多分現地はそれどころじゃないからそんな話はない、うん、だろうすけど、うん、ただこの内山さん事件のあった後やっぱり有名なんで、はい、この役場にめちゃくちゃ問い合わせあったらしいですよ、 あれなんだったっつって、うん、逆にね、うん、その対応どういうことだっていう、うん、でもやっぱ、うん、その時説明しんでいっていいって言ったからさ、うんうん、もう伏せられてるっていう、内山ですで終わるっていう、はい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 、うん、へえ、なんかあれっすね、逆になんかいろいろ大きく膨らんで広がっ、うんうん、広まってる話ですね。そう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 、だからもうネットで広まっちゃった都市伝説って言ったらいいのかな、その大きくなってしまった都市伝説、うんうん、多分ほんと些細なことだったけどってい う, う, ーんうーん感じなんですよね。そうなんだ、うん、でも有名な事件ですからね。そうそうそう、うん、で現在のちょっと内山さんいるのかどうか気になりません、まあ、現在っつっても、はい、そんなにまあ、16年17年前、うん、そんなに現在じゃないけどさ、はいはい、このちょっと記事に出てるの、うんうん、それでまあなそのさ、うん、やっぱり陰謀論とかありつつさ、内山さんどうなったのみたいな心配の声とか、うん、はい、うん、まあその後を気にする声っていうのはめちゃくちゃあって、うん、でこれは2020年現在って書いてあるから、まあ4年前か4年前、うん、にちょっと調べた人の記事なんですけど、はい、内山さんという名字の方は総務課にも他の課にもいらっしゃいませんでしたと。あ、現在ね、うん、うーん、で能登半島の地震が起こったのが2007年で、内山さんの声から年齢を考えると、まあ、現在定年退職をした可能性が高い、うん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 、結構ご年配っぽい、うん、
喋り方だったからね、うん、事件があった時期の役場の広報、うんうん、とか資料には総務課長として内山さんという名字の方が名前が載っていましたということで、ほう、まあ多分辞めたんじゃないかっていう、うんうん、なんすけど2011年の11月の広報誌、はい、の中にお悔やみの欄っていうのがあって、うん、同姓同名の名前があるそうです。へえ、そうなんだ。その方は亡くなられておりますと。へえ、その死因というかが分かんないから、まあ普通にあれなのかもしれないけどね、その老衰みたいな、うん、まあ総務課では内山さんっていう名字はいないですけど、うん、農林課にね内山姓がいることが分かりますということで、ほう、まあでもこの方は当時の内山さんではないだろうと。で内山さんってそんなに多い名字じゃないと思うから、ね、うん、だから多分まあ本当にそのお悔やみの欄に載ってるっていうんであれば、まあ、全国でおよそ50人らしいですよ。あ、そうなんだ、うん、で石川県内でおよそ10人ぐらいの少なさ、うんうん、だからまあなかなかね、うん、まあそういうことらしいですね。まあちょっと今更ではありますけど、こう、うん、都市伝説化したものの真相っていうのもまあめくれるというか、まあ、うんうん、もう語っても大丈夫でしょうみたいなとかいろいろありますから ね、 ね、まあこの今年多分その地震が正月に起きて、はい、でまあ同じ場所だったからさ、この事件を今年知った人ももしかしたらいるかもしれない。あ、確かにね、うんうん、だからそういう人でまた都市伝説がどんどん膨らんでって、うんうん、でまああの当時の映像も映像っていうか音声も残ってるからさ、うんうん、それ見てえこんなことあったのみたいな感じで、でしかも検索してはいけないに入ってるからさ、はいはい、また火がついてになっちゃうかもしれないからここで止めておきますね。あ、なるほどなるほどね、おからじでこれがまあ僕が聞いた真相だったよっていうの、うん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 、まあでもよっぽどねその職員さんの人から聞いたっていうのが、まあまあでもさ言うたら友達の友達に聞いた話ぐらいの感じなのよ、うん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 、まあね、うんうん、そこの裏は取れてないしさ、うん、まあだけどまあ結構信憑性高いかなっていう石川県だし、うんうんうん、かなと思ってちょっと今回話させてもらいました。まあでもね、うん、そのそれがやっぱなんていうんですかね、他のいろんな陰謀論とかありますけど、うん、そういうのもなくただただ本当忙しかっただけだよっていうのが、そう、うん、早急に切り上げてほしいっていうか、うんうん、このまあ総務課長だからさめちゃくちゃ対応に追われてたらしいよ。ああそうなんだ、うん、うん、俺これ今日検索してたんだけどさ、X の方でも、はい、まあ、今年の1月とかにもね全然つぶやかれてるから、内山さん事件ってやっぱ多分思い出した人とか、うんうん、今回知った人とか多かったんだろうなと思って。確かにそれは、うん、だから検索したら出てきますもんね関連で絶対、うん、そう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 、うん、まあという、まあ、こういう古いって言ったらあれだけど、うんうんうん、今だからこそ真相がちょっと分かったよっていうこともどんどん取り上げていこうかなとこれから、うん、いやそうっすね、うん、それはね思いますんで、まあちょっとソースはとかそういうのを突き詰められるとちょっといやちょっと言えないけどってなっちゃうけど、うん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 、まあね、うん、それをもっと詳しく知りたい人は自分たちで調べていただいて、うん、そうだね、うんうん、でもあれっすね、ちょっと思うのはやっぱその地震の、うん、状況とかを詳しく放送したい、うん、テレビ局側と、うん、いやそれどころじゃないよっていう、うん、早く対応にね、うんうん、したいっていうね側もそうだし、うん、それを見て真相を知りたくて、うん、役所に電話する人だったり、うん、まあ、それこそテレビ局にも電話するだろうし、うん、まあもちろんね、うんうん、それのせいで現場ではまた何かが遅れてとか、うん、っていうのに繋がってっちゃうのがね、なんかちょっと歯がゆいですね、なんか、うん、
いい方にはやっぱ転じていかないんだなっていう、うん、そうだね、そういう時っていうのは、うん、それこそ今回の1月の地震の時も、うん、それに関連して 3.11 の地震の映像が流れたりとか、うん、するとその時は俺はそのテレビを見てなかったし X の中だけの話ですけど、うん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 、そのニュースでも津波の情報が全然出てないから、うん、それを今の津波のことだと思って拡散してる人とか、うん、ああね、うん、そうで、いやこれはあの時のですよみたいな、うんうんうん、で今私はここで取り残されていますみたいな、あ多かったね、めちゃくちゃ多かった、うん、であれ詐欺も多いっていうね、うんうん、うん、そこでまたねその詐欺みたいなのもね、いやすごい、あのさ、まあこれちょっと最近調べとったことなんだけどさ、うん、未解決事件の失踪事件みたいなのとかってあるじゃん、まあ今日もね、この撮ってる日に、はい、多分おからじでも豊橋の未解決事件っていうのが上がってんだけど、はい、その失踪のこの豊橋の事件はそうじゃないよ、うんうん、だけどそういう失踪未解決行方不明事件の、うん、と情報知ってますっつって、はい、お金巻き上げた事件とかもあるからね、へえ、うん、その家族に、うん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 、そういう詐欺を働いた、まあ捕まってたけどそれは、うんうん、7000万だったかな総額、すごっ、うん、うわ、やっぱいますねそういうやつは、うん、どこにでもね、結構ね手口も、うん、自分の弟だかなんかが息子だかがな、うん、いなくなった時に、すごい親身になって相談、探してくれた人がいるって言って、ほう、で、あなたもどうですかみたいな言い方のね、あ、うん、ちょっとなんていうんですかね、自分もそうだよ的な、うん、感じでいくみたいな、インチキデバイスを紹介するみたいな、うんうんうん、これがね、内縁の妻っていうかそのカップルでやってたのよね、へえ、うん、その女性がその探してくれた協力者のふりをして、うんうん、うん、とか、うわ、うん、嫌なやつだ。でそのかくまってるところ、うん、見つけてかくまってるところがあるからそこにお金を払わないといけないみたいな、その、うん、もう何年過ごしてるか分かんないから、うん、計算して一応そこで生活させてくれたからっつって、うん、で最初少額巻き上げるのかな、でそっからもうどん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 で結果7000万だったかな確か。へえ、うん、まあでもそういうのにもさすがりたい気持ちっていうのは分かるじゃん、うん、失踪してる家族からすれば、うん、そう、自分はそれになったことがないから、うん、そうどう思うのかが全然想像もつかないですけど、うん、でもまあ藁にもすがる思いだと思うだよ、うん、まあ、だから俺らが想像できうるものよりひどいものというか、ね、と思うからさ、まあそういう、未解決事件とかにもそうだし、俺これって都市伝説陰謀論でも全然できる詐欺だと思うんだよね、そういうのにつけ込んで、うんうん、なんか、情報弱者をさ、たらし込んでお金を巻き上げるっていう、詐欺はまあ いくらでもあるからさ、マジでその陰謀論とかも、まあ、この内山さんの時もそうだし、結局ネットでどんどん尾ひれがついてそうなってるから、はいはい、まあ、僕たちもね発信してる側だしさ、間違った情報を発信してしまう時っていうのはもちろんあると思うじゃんね、その、まあ、特に言われてるのは俺らはその調べることをさあんましてないからさ、そういう知識不足みたいなのとか結構指摘されるけどさ、うんうん、まあそういうのを皆さんがこの聞いてる皆さんもそういう詐欺があるんだよとか、実は真相はこうでそんなことはないんだよとか、そういうの分かるといいなって思いますけどね、そう、まあ結局は何もしないよりかは動いた方がいいかなっていうふうには思ってるんで、まあ気になったら調べるっていうのはありかもね、まあ、調べたところでなんですけどね、まあそうだね、うん、まあこういうチャンネルにもたどり着くかもしれないし、っていうお話でした、はい、今日はちょっとね短いですけど、まあでも真相がね、真相だろう、だろう、話がね、話が、
うん、なんかそれこそこういう一つの都市伝説が生まれる瞬間みたいなところですよね、これは、うん、この話は、まあ、そうだね、うん、なあ、ちょっとね、地震は避けがたいもの、うん、いつ起こるか分かんないし、だからあれだけど、まあそういうところでこういう安定してない状況だからこそこういう都市伝説もできてしまうのかなっていう、ところもありますからね。そうですね、はい、何せよまあ真相ね、探求心も持たないとね、いけないかなと思うんで、まあ楽しんで、うん、都市伝説を楽しんでいけたらなと、うん、オカルトを楽しんでいけたらなと思います。そうですね、はい、うん、締め方無事確かに、うん、確かにね、まあそういう僕が聞いた、ある事件の、悩まさん事件の真相でした、うん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、この話もし自分だったら、ありがとうございました。ではまた後ほど。